はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。ですね、ウームの非公式のキャンプ部の3人って知ってますか？まあ知ってる人は知ってるかな、福井のカズさんとコメチンとあとマグニーさんのこの3人で、主要なメンバーはその3人です、でたまにねファミリーでキャンプをするっていうことがまあ多いんですけども、やっぱキャンプ部っていう意味でまあ見てますけど、私はね一応そのテントとか火のつけ方とかっていうのがやっぱ気になりますね。まあなんでかっていうと、これからね先いろいろと災害が起きてしまって、やっぱりテントが必要じゃねっていう時もあると思うし、まあ夏は、そんなことはないと思うけど、冬になると結構寒かったりとかしてね、あと回路も必要だけど結局ね回路もなかったりとかするんで、なかなかね火が必要になってくると思うんですよ。一応基本的には火をつけてはいけないね、そのこういう集合住宅っていうのかな、団地とかの中庭だったり、学校の校庭だったりは基本的にはその火を使ってはいけませんよってね、キャンプ地ではないので、もしやるとしたらまあそういう許可を得てくださいねって、学校側もそうだし市とか区のねそういうところにわかんないけど そういうところに、許可を得て火を使わせてもらうっていうことなんだけど、そういう非常事態の時はまあそうも言ってらんないよね、許可は得なきゃいけないとかさ、いちいちもう本当に言った言わないの話になってしまいますけど、まあそういうのも含めて火のつけ方だったりとか、まあこういうその焚き火台みたいなのをなんて言うんだろう、持っとけばまあね数人程度の火を当てられるというか、火を当てられる温まる暖を取れるし、あとね網なんかもあればちょっとしたものを焼いて食べられるし、その時にね餅とかねそういうのがあればそういうのを焼いて食べられるし、パンもあればねちょっとトーストしたりとかして食べられるし、でそういう時にね炭とか火木とかをこうつけなきゃいけない時にねまあこういうウームキャンプ部に限らずなんだけど、キャンプをしている方なんかのねいろいろと見ているのも結構勉強になるんじゃないかなとは思ってはいますけども、やっぱね実際その時になってみないとわからんよね。災害があるかもしれないという目でこういうキャンプを見ちゃってて、
本当に楽しめてるかっていうと、っていうのもあるけどね、私がね。でもまあ面白いですよ。この3人のマグニー、コミチン、福井のカツさんのそれぞれの個性っていうのがものすごくね、溢れているので、それはそれで面白いですね。まあね、一応その初期の頃なんて、まあ見ていただけると思うんです、いいんですけど、あの本当に素人から始まってるわけですよ。でテントもどういうのがいいのかっていうのが分かんなくて、一応お店に行って買ってきました。これは素人でも建てられるテントですよみたいな感じでね、買ってきたやつだったりとかするんで なのでね、結構最初から見ると面白いかもしんない。すごくなんかヒヤヒヤしながらも面白いというかさ、あ、こういう風にすれば建てられるんだっていうのもあるし、あと、あ、こういう失敗もするんだと。私なんかもね、あのキャンプなんてあんまりしたことないので、まあ親に連れられて行くっていうことも何回かありましたけど、まあ、自主的にこうキャンプ地、キャンプのそのキャンプ場っていうのに予約してテントを張って、まあそういう料理をしてっていうことはないっすね。もしやるんだったら私もついてきますよみたいな感じのところが多いので、だからね、まあそういうところでは自分がやらないことだしっていうので面白いですね。皆さんどうでしょうか。まあルームのね、この非公式のキャンプ部に限らず、まあ、ソロでやっている、ね、女性でも いらっしゃいますし、あとバイクでね行ってキャンプして帰るっていう方もいらっしゃるんで、そういう人たちのものも見てもいいかもしれませんね。皆さんどうでしょうか。もしよろしければ他のこういうのでね、面白いキャンプをしている人がいるよっていうのをね、教えていただければと思います。それでは皆さん、さようなら。